阪神、ジャパン、うちの桐敷、無事活躍。桐敷は大丈夫やろ、普通に一軍の投手やし安心感がある。桐敷のジョイが流れてる。桐敷の紹介。スペードのエース。桐敷内容的には抑えでもいいくらいの球投げてるわ。うちの子最高。桐敷もお疲れやのに大変やな。桐敷はセットアッパーか出世したの。みんな集まってるね、桐敷の切れ玉に。よし、さっさとそれ投げさせろよな、キャッチャー。打たれる気せんな、結局阪神の勝利やな。これも侍で阪神4人全員活躍してる。なんとら速報はこれからも阪神タイガースの動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。